皆さんこんばんは。海外メーカーの交渉スペシャリスト林和文と申します。本日はですね、アメリカのとある調査をした会社がありまして、多くのですねジェネレーション Z 世代の人たちっていうのはですね、仮想通貨に投資することがですね自分たちがミリオネアになる手段だというふうに思っているという調査がですね出ましたので、本日はですねこちらの方をご紹介してみたいと思います。本日の内容にご興味の方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。A majority of Generation Z investors think crypto will make them millionaires, new survey shows ですね。一つのね、調査が行ったところですね、Z 世代の人たちの投資家の大部分がですね、仮想通貨への投資っていうのがですね、自分たちをミリオネアに導いてくれるというふうに信じているということが分かりました。そうですね、The majority of Generation Z investors think crypto will make them millionaire. A recent study by Engine Insights show that generation has a greater acceptance and comfort with all things digital and expert or insider. They feel that everything financial is harder for them than it was for previous generation, expert says.まあ、こういったね、ジェネレーション Z っていうのはですね、要はスマホ世代っていう方々でしたね、もう生まれた時からね、スマートフォンがあった人たちの世代ということなんですけども、まあ、そういう人たちというのはですね、デジタル化になっていくことに関してね、ほぼ抵抗がない、ね、段階世代だとかですね、ミレニアル世代と違って、ジェネレーション Z というのは生まれた時からもうタブレットとかがあったような人たちということですので、まあ、そういったことに関してあまり抵抗がないというところですね。はい。It's no surprise then that the investors are flocking to the space with a dream of the quick rich. Generation Z investors in particular think crypto will make them millionaires. A recent study by Data Analytics of Engine Insights showed nearly two-thirds, 59% of Generation Z respondents to the survey believe they could be wealthy by investing in cryptocurrency. Engine Insights が行ったこの調査によりますとですね、もう 59%、ほぼ 60% にもわたる GenerationZ 世代の人たちというのはですね、仮想通貨に投資することによって自分たちは裕福になれるというふうにですね思っているというところですね。はい。まあですね、ジェネレーション Z っていうのはですね、大体まあ7200万人ぐらいね、アメリカではおりますということですね。なので、これってね、こういうふうに 60% のですね、まあ、回答者がこういう仮想通貨に投資することが億万長者になるための手段であると思っているっていうのはですね、ある一つの重要な結果だと私は思ってるんですね。っていうのがね、やっぱりこう、投資というのはその熱量、ね、熱量というのが非常に重要になってきます。ファンダメンタルとかもありますし、そういうテクニカルっていうのもあるんですけども、やはりこう、熱量が多いものっていうのはですね、爆発する可能性が多いんですね。で、まあ、いつも私もこの動画でも言ってるんですけども、今後ね、そういった金融業界を動かしていくっていうのはね、やっぱりこのミレニアル世代、Z 世代の人たちっていうのはね、向こう10年、20年、30年のですね、そういう金融市場っていうのを動かしていくということはね、まあ、間違いないわけじゃないですか。段階世代の人はですね、もう70歳とか上の方っていうのはですね、もう投資は終わっちゃってて、それを今から収穫するという感じでですね。だって、ほとんどの方っていうのは、まあ、引退された方はもう仕事を持ってないわけですから、収入がないわけですよ。だから、新たにその金融機関にお金を突っ込むというよりも、今まで長年積み立ててきた金融を切り崩していく、どちらかというと、こう、刈り取っていく時代になっていくわけですね。なんですけども、今後の私も含めて、そうですね、まあ、40代とか、まあ、50代、40代、30代、それからまあ20代の方々というのは、これからまだ働き盛りで、お金をどんどん金融に投資をしていく、まあ、そういう人たちがどこに投資をするかっていうのはね、しっかり考えていく必要があると思うんですけども、私の中でこの Z 世代の方々っていうのはですね、60% にね、当たる方、まあ、それはね、まあ、一定のね、人数だと思うんですけども、その中の 60% の回答者が、仮想通貨に投資することが、自分たちをリッチにしてくれるというふうに思うイコール 60% の人が仮想通貨に投資をしていきたいという意思の表れということでもありますので、これはね、一つ私の中ではですね、無視できない事実だというふうに考えておりますので、そういったのもね、しっかり汲み取りながらね、自分のね、ポートフォリオっていうのをね、組んでいくっていう必要があると思います。なので、もちろん今までのトラディショナルの株とかですね、S&P とか、そういうのもやりながらも、仮想通貨をね、恐れている人っていうのはですね、こういったね、実際に統計が出ているっていうことをですね、一つ頭に入れておくとですね、まあ、今後のご自身の、投資のポートフォリオを組む際のですね、一つの判断になればいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということですね、Z 世代の人はですね、この仮想通貨というのは、我々、40代、50代、60代、そういった段階世代の人たちに比べて、身近な存在であるということをですね、覚えておきましょう。
はい、そうですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていればぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますのでぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.